肉、野菜肉、え、トマトか。トメロース、難しいよね。そう、だから決め打ちをワンテンポ早くしなきゃいけないんですけど、その決め打ちをしたならその進行に乗っ取った追放もワンテンポ早くしなきゃいけないから、まあね、ちょっとね、あ、また言い忘れた。ダイヤナイス、はい、素晴らしい。もうボタン押せないんでよろしくお願いします。ダイヤ、はい、まあ、ね、覚えておきます。シャワーとエレクトリカ、タオルとエレクトリカのタスクが湧いて、マップが大変なことになりました。あー、わかるな。光るってやつか。いや、でもそうだな。これって結構皆さんボタン押した人のメモとか取ってるんですか？はい、いや、キラキラ。あんまりいいっすか？あ、学校心に聞き込んだ。ツールと押してます。はい、いや、メモ捨ててもね、いいと思います。うん。いや、でもさっきの確かにそうだなと思って、ちょっとね、感心してたんですよね。まあ、基本的に本当決め打ちをワンテンポ早くするっていうのはすごく正解で、6人の時に、うん、そうなると決め打ちに乗っ取った追放もその次にしなきゃいけないから、なんかね、追放意識を高めないと、なんかじっくり聞いてる時間ないですね、このマップ。話をそれぞれの話聞きましょうって言ってる時間ないんで、終わったと納得したんですけど、結構その夏目先生追放された時、うお、すげえと思って。確かに。でも聞くとね、納得するんですよね。まあ、トータさんがね、とどめさせた。かっこよかった。うん。トータさんがやっぱ最強ってことですね。あ、頭の深いから、ね。さすがです。深いから、はい。さすがです。じゃあ、一番いたら邪魔ってことが来るとして。エンジン。紫。んー、カニー。停電か。なんかスケールドだとさ、なんか情報が密集しすぎてて、なんか頭がごちゃごちゃになるけど、なんか割とさ、こう分離してるから、なんか僕こっちのマップの方がなんか盤面整理しやすいんだよな。リスポーン位置とか、なんか近場に人があまりにもいすぎるとかないから。はい、武器庫と、コミュニケーションの間の廊下の武器庫側のドアの上ぐらいで、ザチキンさんが亡くなってました。はい、あ、いいですか。最終目撃は多分僕で、はい、キッチンで見て、はい、でそっから、直前でミーティング向かってレポート、ミーティングの上でレポートだったんで、そんぐらいですね、時間的に。キッチンで見て、なるほど。15秒前とか。武器庫の、あ、もっと最近かもしれん。俺、武器庫の中から、出て、コックピット行く前に、その辺で出会って、そのまますぐコックピットのタスク1個だけやって戻ったら死んでたんで。あ、はい、じゃあ武器庫の中から行く。あ、最終。あ、下位置ってすみません、もう一回聞いていいですか？武器庫上のドアのとこです。もう通路間際ってことですね。そうそう。もう白から出していいですか？あ、どうぞ。アルマ、マシャカリン、夏目先生、この3枚右なんで無理です。無理ですね、先生ミュートです。あ、アーカイブ、一応、東野が夏目先生と結構一緒にいたんで、夏目先生目線無理だと言ってもらえれば。そうです、はい。アーカイブ脇がめちゃくちゃ多かったです。K、A、アルマ、ナツメ、あともう一人いたと思うんですけど、アルマ貨物脇ですよ。あれ貨物脇、あ、すみません、はい、でも貨物脇のところ、ラウンジのところで僕すれ違ってますよね。あ、いた、あ、そう、うん、多分いたと思う、トイレットペーパー。はい、どっから来ました、アケイさん。あれ、ミーティング最後、はしご登ったと思います。あと貨物で電気、給油入れて、診察室行って、電気室で1個ポチッとした後に、そろそろボタン押しに行こうと思って、メインエンジン宿舎前、ミーティングのところのはしごのところまでです。はい、本当ですか、ケイさん。はい。現ずっと1人だったんですけど、電気室のレバーずっと1人でやってて、最後、診察室入ったぐらいで終わったるんですけど、私、合ってません。あれ、ケイさん、名前見えてます、大丈夫です。あれえ、いや、ケイさん。夏目先生、昇降機左でケイさんとお会いしてないですか？あ、いや、でもセンターさんと会ったっていう状況があるんで大丈夫です。あと、初動脇も見えてるはずなので大丈夫です。何秒前ぐらいでしたっけ？
戸田さんのその多分俺あのハンドルのタスクだけやんに行ってすぐ戻ったんでほんまに10秒ぐらいやと思うんやけど、あ、現のアリバイは今の通りです。完全に浮いています。ギリギリ間に合うか、計算が。肉肉肉肉野菜肉、え、トマトか、トゥメルーズ、トゥメルーズ、はい。はい、あのケンさん見えてなくてもいいんですけど、あのアーカイブ脇で多分絶対僕見られていると思うので誰かに、まあ、てか、はい、計算のその見られた見られてないじゃなくて、まあ普通に犯行可能な位置っていうぐらいでいいと思いますよ。どっちみち容疑の濃度は多分変わんないので、はい、あの全然キルしてミーティング来る時間はあったと思います。10秒だったら了解です、あの大丈夫です。はい、でゲンさんが浮き位置、まあトータスさんのセルはとりあえず置いておく、うん、アーカイブ貨物室あたりの方初動しか見てないですけど、そのあたりは全然大丈夫そうですか。マシャさんに至ってはもう最後まで見てます。うん、ずっとすれ違ってましたね。東谷先生、夏目先生無理です。はい、東谷先生はい、や、ピカゴラさんどうぞ。ごめんなさい、私はね、東谷さんに確か目撃されてるはずだと思うし、どちらですか。シャワー室あたりで確か私、東谷さんがアーカイブの上に上がっていくのを見てるんだけど、見てない私のこと。そのルートは正しいんですけど、すいません、見てないですね。あー、ほんとか。はい、あー、そう、私、メインホール、確か最初のスタートがエンジンルームで、エンジンルームで確か東谷さんも出られましたよね。いや、当夜アーカイブ脇です、ね、アーカイブが、じゃああれバグかな。センターさん確かエンジンでしたよね。キッチンじゃない、うん、あ、そうですね、エンジンはちょっとまあなんかバグの話したらあれですけど、エンジンは一瞬なんか初期値がエンジンなんて、うん、多分一瞬バグはあります、ね、僕エンジン、確かエンジンです僕、うん、キッチンにはおらんかった気がする、うん、なんかその後私あれ、メインホールのタスクをこなした後に最後の方でシャワー室に入ってシャワー室のタスクやろうとしたところでレポートが入った形だったから、一応右方向に走ってるって感じかな。できる人はトータスさんと確認していいですか。センタンさんって階段で僕を見たってことですか。僕ちょっとどのタイミングかわかんないですけど、階段の上がってる時に見ました。僕階段の上にいました。じゃあ合ってます。僕はセンタンさん見えてないですけど、証言が合ってます。現です。計算は私をどこで見たと主張されますか。電気室のところで名前だけ見ました。どこですか。下の方です。下の方、うん、まあまあまあ、僕しか見えてなかったらもうなんか、そもそもあっち私を見かけてるんだったら計算してゲームは白弾きできると思うんですけど、その後の行動は分かんないですよ。僕だってエンジン宿舎前ミーティングの方行ってるんで、まあ筋は通ってるかな。まあ厳しいっちゃ厳しい気もするけど、他に容疑者はまあそんないない気もする。ヌーンあるかな、ある。ヌーンって僕は呼びませんので、トゥク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 って言うかな、プツプツプツって言うのかな。僕だけ負けた感じがするから、僕ヌーンって絶対移動式の床でいい。ピカクロさん怪しいからなるよ。はい、ゲンです。計算がマシャカリさんをミーティングの目の前で切っています。ローラーで結構です。計算から釣ってください。ただし、ほう、僕今階段上がったところなので見えてないですが、うん、ゲンさんがそう言うならゲンさんです。あ、ちなみに僕は何にも見えてない。あ、誰か無投票がいいかも。いらっしゃったけど、ごめんなさい、無投票します。あ、はい、ちなみにボタンはゲンが残っているので、ボタン的な理由だったら計算から先にお願いします。うわー、お土産されそうなので怪しいからで大丈夫です。あしゃかりさん金庫室で見て、そのまま下降りて右行って殺されたいと思います。え、でもここでお土産、まあねえな、アルマさんはい、アルマさん、階段上がった音聞こえます。アルマさんの視点だったら多分聞こえてると思う。階段上がった音は聞こえてます。何個かはちょっと数えてない。最終5秒くらいの間に1回は鳴ってると思う。あ、それ多分僕だと思う。多分それ最後の最後に聞こえたのであれば証言が合うからって思う。あ、でもいや5秒以内くらいなんで全然真ん中に行けると思います。まあまあ、いや、まあいいです。僕はマシャカリさん見えてなくて、ゲンさんがそう言ってるのでよかったって感じです。なんかゲンさん
の突っかかりがすごくいいかなと思ってたんで、まあ、昨日から言ってますけど K さん、私より K さんの方が下位置に前にいるのに私に黒を塗るのはもともと無理だったと思いますよあのキッチンも K しなければキルできないのに。え、別に K さんの議論は黒塗りしてたわけじゃなかったと思ったんだけど、私 K さん目線私無理なんですって。昨日無理じゃないです、僕だってミーティングルームのところまで、うん、それは通らないですね、うん、いや、原さんの主張は通んないけど、うん、まあ言いたいことはわかる、共感はできるけど、いや原産目線で強要したいのはわかるんだけど主張は取んないと、うん、え、待って、計算ってミーティングまで行ったのはメインを経由して行ったってことですか。メイン、エンジン、宿舎行って昇降機行って、うん、そこで、うん、あの僕は見えてないけど先端さんに見られてる多分ね、あのその時のメインの通りはね私も見てるかもしんない。計算てか僕武器庫まで行くの無理だと思うよ。武器庫まで行って先端さんにミーティングで見られてるって無理だと思うよ。貨物室で見られてるし、わあ、あのお土産されないようにできれば皆さん行ってください。検査ボタン、これコミサボまだ治ってないんですぐ治せばできるはずです。はい、ボタン連打します。お願いします。ボタン連打しなかったら私そっくりしていただいて結構です。なんか攻防戦繰り広げられとる。すみません、メインホールしか出なかったんで遅くなりました。うん、ありがとうございます。そうか、私無理っては言えないのか、うん、まあなんだろう、やりにくいですっていうくらいの言い方だったら、うん、あ、でも分かりますよ、いや、それは伝わると思う、はい、計算やりにくいですって言い方に変えます、すみません、計算視点、原産のもっとね様子を取ってもよかったとは思いますよ、うんうん、私を置いてきてね、2対1に近い方に向かわれてるわけだから、うん、私の方が難しいっていう主張になりそうなんですけど、だし源さんから引き出したんで、その源さんの目撃情報を、はい、だし、うん、最初源さん黙ってたんですよね、うん、そうそうそう、だから分かります。私はもともと源さん結構ロック気味になってましたね、はい、うん、多分僕と源さんが多分ずっと源さんに入れてたと思います。うん、2票ずっと入ってたと思いますけど、源さんに入れちゃったな。なんか問い合いいですか、あの夏目先生がアーカイブから昇降機左にヌン使って移動するのを見てるんですけど、その後どちら行かれました。その後ミーティングまで行った気がします。いつの話ですか。キルが起きたか、キルが起きたか、どっち、マシャカリさん、直近の、直近、あ、すいません、初手、初手ですね、ザチキンさん、あ、初手なんだ、うん、ザチキンさんの話ですよ、はい、見てないです。K さんが昇降機到達されてて、夏目先生がそちら行かれてたので、お互い目撃ミーティングまで上がって、うん、その右奥にまで入ってたから、それは分かんない、実施点だったら。じゃあ通り抜けた後、K さんがいた可能性もあるし。てか、今その話出てくるか、これ。そうなんだよね。あ、まあでも一応、前提が覆っちゃう。まあ、一応。原さんと計算で一応落ちるから。まあ、そうそう、計算さんのキルがそもそも原さん。将来だけど、結構危ない進行してたな。原始点ですけど、私、計算キルを計算とはまだ確定はしていないと思うので、うんうん、そうで少し、はい、いろんなパターンを追っていただければと思います。はい、これのセルフ、まあ、先端もあると思う。先端、あ、僕はもっとないです。あの計算しても僕はもっとないです。僕は上にいるんで。計算より先にそこにいる。そうそうそう。アルマさんと東野さんがないんでしょ。確か。無理って言わんかったらよかったな。すみません。やりにくいって言うべきでした。あ、いやいや。あ、すみません。どっちみちロアになってたと思いますよ。はい、何にしようしてても。うん、まあ言いたいことはわかるけど通らない。今日議論レベルがなんかすごい高いな今日な。よいしょ。夏目先生がやってて K さんが冤罪だからあんなに強気に言ってたって可能性もまあ見えてきたよね。ちょっとストーリーとして、もうちょっと早く出してほしかったけど。正直ね、正直全てがひっくり返るような発言だから。夏目先生無理って話だったかな最初。はい、ナイスボタンです。ありがとうございます。最初夏目先生と東屋さん、ん、誰だっけ、夏目先生と誰か、
そうですね、はい、3人と後ろみたいな話だったっけ。アルマさんと、マシャカリがお互い無理って言ってて、はい、で、トワヤさんと夏目先生が一応最後までいたみたいな話を聞いてました。アルマの主張は、アルマ、マシャカリ、夏目がアーカイブ脇、右側で行って、白って言って、で、トワヤさんからの自分が白出てきたから、もう自分は何も話さなくていいなって思ってしまった。わかります。僕も全てがひっくり返る。いや、まあ、別にそれがあったとしても、まあ、夏目喋んなくていいかなと思って。どうだっけ、夏目先生が、あ、どうぞ、はい、ごめんなさい、初日ね、俺先生はさっきあのザチキンさんとキッチンで歌ってて、俺多分ザチキンさんキッチン行ってないと思うんだけど。行ってます、行ってます。行ってる、絶対行ってる。うん、でも俺武器庫から出た時割と上行ったような気するのよ。ごめんなさい、どっちに、まあいいや、まあでも あの僕の情報古いんで、どっちみちあの戸田さんの情報がそうあったっていう、うん、別に、あと、夏目さんの動きはどうでも、うん、あと、夏目先生はやっぱ間に合わないと思うの。僕、マシャさんと夏目先生、白出した理由としては、マシャさんはもう最初から最後までずっと見てて、一定間隔、もう10秒ごとになんかすれ違ったりしてたんで、うん、で、夏目先生も中盤から終盤の間くらいまで目視できてたんで、多分大丈夫かな。まあ、ないと思う。すいません、それで言うと、あの、東野目線、夏目先生は疑ってなくて、あの夏目先生が K さんとかセンターさんを見てないのが、なんかちょっと違和感あるなっていう。うん、ああ、じゃあできな、まあ、できないけど、はい、何してたのって話。そうです、そうです。あ、そういうことですね。はい、あ、よかった。いつだっけ、いつの話だっけ、初日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 初初日初日か。金庫室かミーティングの方に行った、通り過ぎたから、ちょっと忘れたんだけど。あ、ピカクロス目線だと東野さんは難しいだろうなっていう意見は変わらないです。武器庫自体だったら、私がシャワー室から東野さんがアーカイブ方面に上がってるのを確認してるので、うん、弁当使っても多分絶対間に合わないと思います。まあ、いやー、一応ピカさんぐらいかな、一応できるじゃん。あと僕、うん、まあ、僕はできない。あと東野さんのセルフっていう主張が一応あるんだけど、まあ東野さんに模型されてねえからね、はい、一旦リセットして考えましょう、うんうん。あの1からセンターが行く必要ないかなと思ってインポスターやったらとちょっと思ってます。うん、どっちにしても間に合わないか。よいしょ。まあ時間あったら戸田さんに話すか。うん、よいしょ。すみません、ちょっと早いんですけど、ミーティングのタスクが終わったんで押しました。ちょっと時間もらっていいですか。はい、どうぞ。まあ、東野さん視点で多分一応夏目が怪しい位置に、議論で思ってると思うんですけど。いや、あの、怪しくはないです。あ、議論ではないです。はい、議論でです。はい、夏目が言っていなかったのは、アルマから白もらい、東野さんから白もらった時点で、自分が介入する、余地がないので、うん、分かります、話していなかっただけなので、別にそこで目撃証言出そうが出さまいが、源さんが羊飼い K さんを疑ってた情報は変わらなく、どのみち源さんと羊飼い K さんをローラしたり言ったので。違うじゃない。え、その時の話なの？初手切りの時の話なんじゃないの？あ、いや、そう、初手切りの話です。初手の切ると次の切りも踏まえて。ああ、まあまあ、だからずっと、あの、2切る中の議論聞いてて、自分は話す必要がないと思って話してる。当事者が話せばいいですからね。うん、うん、それは同意です。てか僕やっぱ計算が1キロもやってると思うな、原産か計算か。あとじゃちょっといいですか、うん、トータスさんに向けて言うんですけど、計算がはしごを上がってきました。で、僕は上にいました、うん。その2つともが嘘の可能性はもちろんありますが、まあ、僕と源さんはとにかくあの K さんにずっと、投票もしてるし、はい、うん、議論で釣ろうともしてるっていうのと、うん、あと K さんはギリギリ可能な位置だけど、計算視点僕は不可能、まあ、うん、唯一あるなら僕と K さんの2ローだけです、うん。まあ、とだけ言っときます。一つ言うと、先端さんって2回とも入れてます？もうずっと入れてます。源さんと僕ずっと入れてると思います。 OK です。ね、最初に羊飼い K さんに2票入ってた時は自分が入れてます。あ、そうなんだ。はい、トータスさんが入れてたってわけ話聞いてたと思うけど、それは違うんだ。トータスさん最初は入れてないんだ。入れてないです。あ、じゃあ夏目先生が最初入れたと。まあ原産死んでるのは分かんないですけど、かなぐらい、うん、分かんないですけどね、原産死んでるんで、うん。ごめんなさい、1キロ目は僕定もされなかったんで、計算か原産だと思ってます。2キロ目がちょっとあまりにも雑だと思ったので、うん、ボタンの前で、うん、2キロ目も結局計算減算だもんね。うん、うん、だからなんか
もうあんま考えなくていいんじゃない、うん、ただ相方隠してるとも取れるから何とも言えない。金さん銀さん分かんない世代多い。確かに。こっちの展望を使った方がいいな。よし。まあでも原さんって容疑者ではなかったと思うけどね、一応。可能、否定はできないけどぐらいだったと思うけどね。大家さん。あわ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 。はい。はい、エンジン右下に死体があり、で、ベントが開いたのは見ました。はい、で、いきます。証拠機いた人。はい、浮き地です。証拠機。いや、大丈夫、白です。メインいた人。メインからエンジン入って、レポートが通るやつです。はい、電気室いた人。はい。じゃあ、ピカさんかな。うん。僕、アドミン見てて、キッチンからエンジンにベント飛んだの見てます、僕。おー。あ、じゃあ、私入れて、巻こうか。ごめんケイさん、キル取れなかった。両方ケイさんか。うん、そう。お見事だ。ナイスです。ナイスファイト。ナイスファイトです。素晴らしい。ナイスファイトです。お見事、お見事。ごめんねケイさん。いや、全然全然。何もしなかった今回。ちょっと結局どなただったんですか、キル。あ、僕です、僕です。両方ケイさんでした。貨物室で目撃されて、キッチンで殺害まで してっていうつもりだったんですけど、武器庫まで逃げられちゃったんで、なんで別のアリバイ作らなきゃいけなくなっちゃったっていう事故です。電気室入ったのは本当なんですか？入ってないです、入ってないです。ああ、入ってないんだ。やっぱり。やっぱり。停電中だったの見逃したかなと思いましたけど、うん、この位置、私、多分あんまり行ってねえしなと思って、やっぱり。いやそうなんですよ。すごい、まあ、大胆ですね。めちゃくちゃ大胆として切るっていうのにしないと、一人でのアリバイ証明って難しいんですよね、このマップ。確かに。っていうので、ちょっとね、貨物室いっぱいいたよって言った感じです、初め。決まるとでも、ね。クーやられたね。そうなんです。クーああ、全然人すれ違わなかったし、すれ違った、誰かと2人ぐらい大体そばにいるから、キルが取れなくて。悩んじゃったな。確かに、この試合、ピカさん全然見てない。全然見てない、ピカさん。かわいそうなぐらい、ね。目撃もされてないからね、自分の白位置も取れない、結局、ウィキジみたいな感じになっちゃって。確かに。なんかね、最近多いんすよ。私は見てるのに、他見てくれてないみたいな。そう、まあ、しょうがないかなと思ってます。うん、はい。運がね、インポスターは運が絡まないと勝てないですからね。うん。クルメイトは運なく勝てますけど。いやー、いいなー。でも、勝ちたいっすね、インポスターで。ねえ。よし、頑張ります、今。いや、ケイさん、なんか、うん、堂々としてるから、なんか、違うのかなとか、若干。全く声色変わんないっすよね。恐ろしいね。ケンさんに言われて、ピクーってなってましたよ、僕。ケンさん、怖い。怖いと思って。あんなにキャインとか言ってたのに。キャインとか言ってたのに。やめてください。白かったですけどね、ケンさんね。ゲンさんは白かったっす、ね、白かったけど、でもちょっと無理って言っちゃいましたからね、計算目線ゲンは 100% 無理ではないですね、80% ぐらい無理みたいな言い方に多分しとかないと、皆さん目線誤解招きやすかったと思うんで、多分誰も疑ってなかったとは思います、うん、誰も疑ってなかったと思います、満票でしたよ、グーノで見てなかった、私以外皆さん入れてましたけど、ロラはね、ロラなんで、なんか1キル目が計算じゃない説、この2人じゃない説出てきちゃうと、ちょっとロラしたかったです、まあ、そっち、一郎絶対ついたかった、はい、必要経費です。